京都の焼き物の特徴って何ですかみたいなことを聞いたら、京都の焼き物屋さんは何か頼まれたら絶対に断らないって話、何でもやる、で何でもこなす、でそういうのが京都の窯元の特徴やったっておっしゃってた。それ結構残ってるんですよ。だからまああんまりはみ出さないもんならもうできるだけ意外する人に合わせながらも新しいものを作っていくっていう方向で増やしていこうっていうふうにしてます。やっぱり素材に即した形やりようがあるんですよね。やっぱりその即して作らないと無理が出てくる。で、時期の場合だとこういう細かな処理をしてもその割れにくいって。もともと土瓶は僕の身近にあったものだった。で小さい頃から家で食卓の上に置いてあって、でそれでお茶を飲んでたんですよ。で焼き物を作るようになって、でもう自分でも作りたくなって、あれがちょっと染みついてるので、なんでこの形になっているのかっていうのは全部意味があるんだよっていうのを教えてもらって、でここに茶舞台があって、ここで入れてこういくんです。茶舞台の上でこう入れるわけじゃない。縁側に座ってた縁側の座ってるのと同じレベルのところにあるのが土瓶なんですよ。ただもうそういう生活をされてる方が減ってきて、今はもうテーブル生活ですよ、ね、そうすると多分ここの辺ですよね。そうするとここ持つとこうなんで、こう入れないといけない。だから流行らんのかなっていうのもあるし、やっぱり今の生活スタイルに少しずつ合わせなきゃいけないなとも思った。なので持つところを斜めにすると、この高さで起こしたら入れるので入れやすい。手もやっぱり、作品の一部なんですけれども、これをつける付け方が分かんなかったんですよ。でいろいろ調べて、いろんな本でこう調べていると、なんと近くに一人いらっしゃるというのがあって、でこれはもう習うしかないで習い始めたと。で結局僕がやりたかったのは、この藤鶴の上に塔を巻くことなんです。で、これをやってる方がその人ぐらいしか、出てこなかったので、
京都に住んでるから、うん、京都のいろんなものを吸収しながら作っていくっていうことをしたい、うん、だからどうなるかはわからないけど、これから誰かとなんか知り合ったらまた作風変わると思うんですよ。やっぱその土地に住んでるからそういうものができるっていうものを作ったり、そうやって自由に生きたいですね。割れちゃったんですけど、捨てられないんですよ、ね、思い出が深すぎて。これは昔うちで作ったやつらしいです。しかも登り窯時代、これその時につけたやつ。